広島カープ塾始めます。今日はですね、現状もしかすると笹岡監督の次を考えざるを得ないかな。考えてるだろうと、フロントは。まあ考えてるでしょうね。もう要は今現実に言われてることが事実なら、クライマックス逃したら、まあ要は4位以下であれば、交代っていうことは言われてるわけ。そうですね、はいはい。であれば、この状態であれば、4位以下はある以上、何人かには声をかけてなきゃいけないんですね。そうですね、はいはい。そうです。彼らの仕事もあるし、はいはい、なぜなら彼らは大体、まあ、解説だったりね、仕事を持ってる人たちなので、そうですね。その人たちの、監督になる上で、根回しをしなきゃいけないわけですね。やめなきゃいけないから。そうですね。だから、それを考えると、要は、そこの会社だって、その人の後釜の、まあ、解説なり何なりの公認を入れなきゃいけない状態もありますから、その、球団の独りよがりでは物事は進まないのはもう分かってるはずだね、球団。そうそうですね。だってずーっともうここ50年、60年、それでやってきてるんだから、まあ、カープだって。その解説とかなんとかって仕事も結局カープだけじゃないけど、カープを盛り上げるために解説するわけで。解説してるわけで。そこで決まりどうするのか。まあ、各新聞社で、記事を書いたり、まあ、週刊ベースボール含め各、週刊誌で記事を書き、やってるわけですよね。仕事をもらってるわけですけど、いなくなれば代わりの人を入れなきゃいけないそうですね。ですね。そうすると多分カープの中では、まあ、3、4人は候補が声はかけてるはずなんです。そうですね。そうでしょうね。多分、筆頭は野村健次郎さんだと思うんです。野村健次郎さんは、解説に、日本テレビ系列の解説ですかね、基本的に。そうですね。だから多分、スポーツ報知ぐらいはやってると思いますので。そうですよね。記事は書いてると思いますので、あと YouTube もありますから、だからそれをやめなきゃいけない。今のところ監督の YouTube はないですから、みんなやめてますので。あと、まあ、野村健次郎さんというと、ゴルフですかね、ゴルフプロ。プロそうですね、ゴルフもやってますので。あとは、なんか学校関係ですか、大学とか。そうですね。まあ、それ休学すればいいですか、ね、まあ、多分その、どっちにしても、そのカリキュラムを組まなきゃいけない大学側にしてみると、その分の講義がなくなりますので、そうですよね。それはそれでね、まあ、挨拶しないといけない。その分の駒はなくなりますの で, そ, うです、ね、その分の駒を誰がやるかっていう問題は発生しますので、はい、まずなので野村健次郎さんが多分上がると思います。これ塾長の中では候補筆頭ですか、やっぱり最初筆頭だと思いますね、現状は筆頭にせざるを得ない、はい、
でしょうと。で、多分尾形監督はないと思います。なるほど。これ尾形監督現状の仕事は関西とかの阪神戦とかの、デイリーとか阪神戦とか、まあデイリースポーツやってますので、はい、ですよね。そこからみの、まあ、はい、大阪の番組に出てるみたいなんですが、どうもあんまり、ちょっと声を見る限りはちょっとできないだろうと、体調面であんまり良くなさそうということですか。あまり良くないだろうと。それと、やっぱり3連覇して5年やって、うん、笹岡監督の後っていうには受けないんじゃないかなと。ああ、なるほどね。この一時期阪神タイガースの監督、まあ岡田監督じゃなくて、まあ、そう最初の春先ぐらい、ね、そうですね、ありましたけど、多分体調問題で即消えたんだと思うんです。ってことはカープも即ないと思うんですね。はい。じゃあこれ2番目の候補には入らないんですか。入らないですね。はい、わかりました。で2番目は私はこう、新次二軍監督の昇格。これは多分、各球団二軍監督の監督っていうのはありますので、うん、まあ順当といえば順当かもしれないですね。で今回かなり若手を一軍に上げたのは高さんの抜擢っていうか、そうですね、まあ手腕は大きいんですね、現実に。そうですね、はい。でこれを使いこなすという面では高さんにやってもらう、うん、まあちょっと地味といえば地味ですけども、まあ同じクラブでいこう分かりませんけど、ソフトバンクの藤本さんとかですね、とかと同じ流れですね。それそうするとね、そうですね、それと尾形監督の時のヘッドコーチなので、はい、あの勝ち方を知ってるんじゃないかって。ああ、それありますね。あると思います。はい。で、尾形監督は野村健次郎さんが、まあ、選手を作った中で、まあ、尾形監督がやって、はい、まあ、その土台の、うん、まあ、当然、その土台のもとに連覇したのも、当然、現実としてあります。で、今回で言うと、まあ、鈴木誠也が抜けたりなんだりで言うと、笹岡監督が、まあ、結果ね、野手も投手もまだいろんな力不足はありますけど、野村健次郎さんの力不足から3連覇したのと変わらない戦力なんです。ああ、なるほど、うん。まだみんな何かがみんな足りないわけですよ。うん、まあ、例えば中崎だって足りなかったから、1年目、尾形監督4位だったりね。いろんなものが足りない4位だったわけですね、尾形監督の1年目が。今、野村健、今のカープも、笹岡監督は坂倉がいたり、小園がいたり、一応レギュラー格はいるわけですね、野間が成長して3割打ったり、まあ、秋山翔吾がいたり、菊池がまだいたり、そうそう、野村健次郎さんから尾形監督が引き受けたような戦力の状態なんですね、カープが。なので、それを知ってるこうってあり得るのかな。なるほど。見てたから。なるほど。いたからと言った方がいいですよね、ヘッドコーチ。で、内部昇格で、自分が全員挙げた人たちなんですね、初期とか。それったらですね、あんまり調整いらないですよね。調整はいらないです。はい、そうですね。で、これは2番目と。そうですね。で、3番目が、はい、まあ、カープがこのコロナ禍で、で、来年は多分フルで、普通に野球ができるだろうと。はい。いうことで、まあ、観客のことを考え、はい、まあ、いろんなことを考えて、新井か黒田の監督。どっ
っちかというとこれはあれですか、じゃあ工業中心というか。工業中心だと思うんだよね。なるほどね。まあ要はもうクライマックス優勝争いする戦力はもうフロントには自信があると、はい、ある意味は誰がやっても今のセリーグの団子状態であれば、クライマックスの争いはするでしょうと。誰であれ、どんな人が監督になるであれ、そこそこの戦力いますよと。そこそこ以上か、笹岡監督ですら5割近くやってるわけだから、はい、はい、だったらもう監督経験があろうがなかろうと、もう一気に若返ろうと。ああ、あるかもしれないですね、これもね。ああ、ありえますね。多分ね、この 3つだと思うんですよ。あ、一番最悪は東根の監督昇格ですから。あ、これは僕としてはよないだろうということですか。ないだろうけど頭にはあると思うんですよ。3人に断られた時には困りますので。あ、そうするとヘッドコーチの監督っていうのが一番妥当になっちゃうんですね。2軍監督こうが断った時点でいないので。で、野村健次郎さんがいない。はい。で、まあ、こうが、まあ、二軍監督が、監督は、一軍監督は、ちょっと無理だと。はい。お断りになると。はい。で、まあ、荒井か、黒田か。はい。まあ、前田と、まあ、要は、人気を考えた。うん。まあ、組閣ではなくて、組閣後にしても、監督だけは、前田智則とか。まあ、人気を考えたこの3人ぐらいの監督、うん、でもこの人たちもやはりまだ早いと、まだ俺私ではないと、うん、だったら3人いなくなるともう東出のヘッドコーチにしちゃって、作戦コーチにしちゃったんで、うん、監督にするしかないっていう手詰まりからの監督。要は川田の監督がないんですよ。カーブ生え抜きドラフト1位ではないので、東根が優先順位上がるんですね。うん、カーブ生え抜きドラフト1位は東根なんで、はいはい、川田監督、東根ヘッドコーチだったら、東根監督、川田ヘッドになっちゃうんですね。そういうことですね。まあそうでしょうね。で、今1軍2位の東根なんですよ。はい、で同じドラフト1位でカープが熱望して入った中に2軍に広瀬がいるんですけど、はい、2軍コーチなんで、うん、これこうが断ったりなんだりで、はい、広瀬の飛び級監督はカープが取れないんですよね。どの道やっぱ東でってことですか、残ることは。最悪は、ね、あ、まあカープファンは本当にえってなるでしょうけれど、はい、でも現状カープそれぐらいいそうでいない、断られた場合はね。あ、この人気者集団ですね。例えば黒田ですね、投手としましょうか。はい、資産もすごく、まあ、大リーグの年金がもうすでに払われ始めてるし、給与にも何も困ってないわけですよ。はい。で、なんとなくですね、たまにまあ、あんまりこう世間からずれちゃっていけないんで、まあ、テレビとか出ればですね、まあいいじゃないですか。はい。で、体が悪くなかもして、監督を何でも経営をなしていけないんだっていうのはですね、言わないまでもなんかあるでしょうね。あの、それはね、私はね、コルタあるかなと思ってるんですよ。コルタが一番恐れていて、はい、まあ、一番家族に迷惑をかける等々で、はい、一番恐れてたのってコロナなんですね。はい、あ、はい、で、これが来期は多分今よりも薄いはずなんですよ。はいはい、フルゲームになるはずですから。そうですね。多分コロナによる選手離脱の条件も緩和されてくるはずなんですね。ああ、そうですよね。はい、で、応援団の、
声出しはどの段階か分かりませんけれども、うん、トランペット等々の、あの、要は今録音ですよね。その部分は解禁になる可能性があるんです。なるほど。だから黒田があるかもしれないと。黒田があるかなと。要は黒田が一番恐れてるのは、うん、コロナのことがあっては、まあ、当然、お子さんのね、あの進学問題、いろんなのがありますけど、うん、一番もアメリカでのコロナのリスク。うん。なるほど。ですから、はい、これが軽減されてくれば、うん、なってくると思うんですよ。で、一方、もう一つ、人気者集団ってことは、荒井。荒井ですね。これはどうですか？荒井はね、あるかなと思ってるのは、うん、のかなりコメントが多いんですよね。はい、私も荒井はあるかな。全然聞き始めてるんで、はい、私自身は黒田よりも荒井の方が可能性高いんじゃないかなと思ってますけど、ね、荒井の方がカープにしてみたらちょっと使いたいなと思ってる、はい、人気ありますしね。というかカープにしてみるとしくったなと思ってると思うんですよ。はい、あの、あ、ひ、まあ当然人数の問題があったんだと思うんですね。コロナ禍であまりコーチの人数入れられない、まあ教えられないということで、入れとけばよかったなと思ってるかもしれないですね。監督する上で、コーチに一回もならずに監督になるリスクはでかいので、選手知らないまま監督になるんで、それありますね。なのでその分だけ荒井、まあ黒田はそのまま抜擢でしょうと。はい、まあ多分、まあ他の工藤さんとかね、うん、栗山さんみたいにもうコーチ経験関係なく監督っていうふうに押せるのは黒田だと思うんですね、カリスマとパワーで、ところが荒井はこうとか、まあ、野村健次郎さんとかね、尾形さんみたいに。やっぱり、ある程度、まあ、アメリカでね、コーチ修行した野村健次郎さんみたいに、うん、ある程度、どっかでコーチをやっていないままは、使えないんじゃないかなと。なるほど。これ、前田智則も同じですよね。そうですね。だから、要は野村健次郎さんがダメなら、江さんを押してくるんじゃないかな。うん、実は地味で、選手としては地味だったけど、この今の挙げた3人衆、まあ、本当は3人じゃないですね、3候補の中に2人いますから、はい、まあ、黒田と新井ですね、まあ、そこにも間も入るってことで、6人とかもしれませんけど、まあ、人気者っていうことですね。そうですね。一番分なんのがやっぱこうですよね。私はこうがあるんじゃないかなと。あの、なぜかというと、私、それなんでこうっていうかって言ったら、そこの二軍監督空いたところに、荒井も 黒田も前田智則も入れられるから。そうですよね。もしくは広瀬でもいいと思うんですね。はい。あの、時期、まあ、どこかのタイミングで、やっぱりドラフト1位はどっかで監督手形は切られてるはずなので、うん、大卒の場合は、はい、だから2軍監督に入れて、うん、準備すると、はい、まあ、準備するというか候補の中に入ってますよと、はい、あの実際監督になるかどうかは別にして候補の中にいますよと、うん、だからそれは黒田がやる、まあ、就任するか荒井か前田智則か、まあ、広瀬かだとは思うんですが、コーンが昇格してくれると二軍監督が開くんですよ。そうですね。その枠を水野さんがずっと仕切ってた枠が開くので、はい、そうですね。でここを開けるってことも、はい、多分考えてると思うんですよね。そうですね。あ、だから野村健次郎さんが例えば監督やりますと、はい、受けてくれましたってなった時に、うん、ヘッドコーチにこう上げる可能性はあるんですよ。
尾形が勝ってたヘッドコーチ、これで二軍監督を開けるんですね。あ、そこをゆくゆくの監督候補を入れておくと、ゆくゆくの監督候補を当て込む、はい、で野村健次郎さんも前回5年やってるので、まあ優勝するまで、まあ、もっと言うと日本シリーズ出るまでやってくれと。ああ、あるかもしれないですね。やってほしいので。そうですね。だからそれが、2年契約、3年、まあ、要は実際問題の契約年数は別にして、結果として、まあ、2、3年で、二軍監督に変えられればな。なるほどね。そうなるかもしれない、ね。そう。そんで、もし、その二軍監督で、まあ、やれないとかね、いろんな事情があって、二軍監督がダメなら、逆にヘッドコーチ、コーが監督にその後なればいいっていう。あ、そうですね。二段構えができるんですね。カープ人事情でいうと。はい。これ、実際さっきの人気者三人のね、話に戻りますけど、まあ、黒田と、それから新井、それからまあ話し合わなかった前田ですね。この3人の中で一番監督に、まあ、とりあえず来年監督になる可能性高いというのは新井です。前田ってのはありますか、実際のところ。あの前田というのは私はあると思ってるんです。なんでかって言ったら、あの新庄監督がやってますので、同い年なんですね。で、どうしてもやっぱりこの笹岡監督が、まあ、やってしまったという表現で言うと、カープファンが離れたんですね。そうですね。大会場で。はい。で、これを、とりあえず、采配の問題ではなくて、はい。一回、カープ、まあ、要は、カープ女子を作り上げたのも、前田智則なんですよ。ある意味、侍という名のもとに。その後に、まあ、菊丸コンビとかね。鈴木誠也とか田中とか、出てきたけど、そのコアなカープ女子、要は野球大好きなカープ女子を作ったのは前田なんですよね。そのコアにいっぱい、あ、こんなにカープって面白くてこんなすごい選手がいるんだって、でなおかつ周りにこんな魅力的な選手がいるんだっていう魅力的な選手に菊池とか丸とか、他が入ってきただけなので、うん、ではじゃあ言い方変えればですが、そうそう、人気者3人ですね、新井、黒田、まあ、前田と、一番ありえるのは新井と、新井ですね、2番は前田ですか、前田だと思います。3番が黒田と。黒田ですかね。で、まあ、だから前田は入れざるを得なくなる可能性があるんですね。それぐらい、笹岡監督による、球場に来てくれるカープファンが離れたんですね。ちょっと雰囲気暗いですよね。笹岡監督のこの表情といい、そうなんですよ、だからこれ前田監督にして、あのある程度どんな野球するかは別にして、はい、ファンを球場に戻すって作業がいるんですよ。そうですよね。ちょっとなんか油断すると危なっかしい感じしますよね、今ね。危なっかしいんですね。で残念ながら、黒田新井でカープ女子ができたわけではないんですね。はい、前田なんですよ。あの、はい、いや、監督候補の中でですよ。一番は当然、やっぱり人気者は丸とかね、はい、菊池とか、田中康介とか、
はい、そのまあ野間とか、まあ、ああいう若手の人たちですよね、うん、が、まあ、相沢とかね、大瀬良とかが当然引っ張ってきましたよ、でもその前のコアで監督になれるカープ女子を引っ張ったのは前田なんで、じゃあ一番新井と2番目が前田と、前田で3番が黒田としましょうか、黒田だと思うんですよ、だから1番は野村健次郎だと思うんですね、はい、2番がこうですね、はい、で3番目この人気者シュート、そうですね、前田、前田、新井、前田、新井、前田、黒田、じゃあ話は1番ですから、これ1番の話は一番いいんで、野村健次郎さんですね、これ受けないっていう、まあ、オファーっていうかですね、まあ、あると思うんですけど、受けない可能性があるかどうかですよね、私はね、受けない可能性はないと思うんですよ、でそれは、まあ、問題は、はい、あとはもう笹岡監督の順位次第なんで、あとは球団が、まあ、当然ね A クラス減免で交代を守れるかどうか、うん、笹岡監督、まあ、カープの不、まあ、半分不分率の、契約は、まあ、1年契約だったり2年契約だったりしてますけど、はい、まあ、結果5年契約なんですね、そうですね、実際こうほとんど5年ですからね、はい、だこれがネックになるかなっていう、そうですね、ここに野村健次郎さんがやっぱりカープの監督って5年だよねっていう理由で断らなきゃいいな、あ、そうですね、自分も5年やらせてもらったしがあるんですね、あ、そうですね、まあミスターカエル山本浩二の後を継ぐ人っていうのは多分野村健次郎、まあ、野村健次郎ですし、当然野村健次郎の中に、まあ、この流行り病のせいで、ファンの後押しがない中で笹岡監督がよくやったっていう評価をしてる人なんですよね、あの野村健次郎さん自体が、そうすると4位ぐらい、まあ、0.5 ゲーム差とかね、1ゲーム差、まあ、1勝差ぐらいの4位だと、その分だけ野村さんが断らないかなって感じなんですね。あ、自分は5年やらせてもらってるんで、あとオーナーが減免した時どうかぐらいですか。まあオーナーが減免すればいいんですよ、ただオーナーが揺らいでるようだったら断っちゃうっていうだけの、はい、オーナーと鈴木本部長ですよね、はい、これが普通にすんなり、シーズン終了後やはり4位だったんで、うん、後任の監督に着手しますって言ってくれればすんなり受けるんじゃないかなと、うん、あと笹岡監督辞めた後、退任した後ですね、フロント入りするんじゃないかっていう説もあるんですよね、笹岡監督自身。あると思います。だからそこがフロント入りしてくれるんであれば、すんなり野村さんは監督できるんですよ。これフロント入りってことはあれですか、鈴木本部長の代わりというよりも新しい枠ができるってことですかね。多分ですね、もう完全に年齢上空白な、はい、ポジションがカープにあるんですよ。それは、はい、アナンさんと川端淳さんがやってたポジションがガラ空きなんですよ。川端淳、そうですよね、ここ欲しいですよね、ここいないんですよ、向いてますよね、完全に浮いてるんです。で、川端淳さんもドラフト1位の新人王ですから、ここのアランさんはもう83ですよね。だからもうその後川端淳さんが補佐しながら、
やってたんですが、今いないので、あのここが空いてるんですよ。鈴木本部長とか そっちのメインじゃなくて、ポカッと空いてるところは川端潤さんのポジションなんですね。元プロ野球選手とっていう役員ですよね、はい、役員のところがそこが空いてるので、はい、多分そこを入れるのに、はい、笹岡監督のフロント入りが何でかって言ったらそこが大きいですよ。川端潤さん新人王のドラフト1位なんで、しかも社会人ですから、はいはい、そうそう、笹岡監督と、しかも先発して、市場を取って、中継ぎ抑えやってっていう、はい、笹岡監督の全く同じ経歴の持ち主なんです。うん、で、カープ一筋で、はい、そうですね、孤軍奮闘した投手ですので、はいはい、ここに、当てがうために多分笹岡監督のフロント入りっていうのがものすごく話に出てるんだと思うんですね。うん、でまたあのこうキャラクターですね、笹岡監督のこうバカ試合の現場での監督よりもですね、なんとなくこう役員とかになってですね、組織の中に、大きい組織の中に入った方がなんかいいような感じしますよね。そこに入るはずなんですよ。なんでかね、川端さんも実はスカウトやってるんで、もう園田さんの年齢感があると、もう園田さんももう交代なんですよ、ね。だから川端さんと園田さんのとこが空いてるんですね、カープ。ある意味。はい、そうすると、まあ、野村健次郎選手がですね、監督なのもすごくなんか嫌味なくやりますよね。嫌味なくなるんですよ。だから川端潤さんのところに入るんですよ。なんでかって園田さん、まあそうは言っても今のカープのスカウトは園田さんがこう、まあ、後継者を育てたせいもあるので、はいはい、かなり充実してるんで、うん、あまり心配はないんですね。心配はないんですけれども、うん、川端潤さんのところと、そうは言ってもやっぱり、選手実績のない人たちのスカウティングの人たち、はい、なので笹岡さんの名前を使うためのスカウト登録、それでも結構大事って大事なんですよね。社会人には特に社会人に効果的というか必要な人材、はい、特に中国 NTT ですから、はい、だから NTT 中国ですから、そこの人脈、はい、特に、まあ、中国地方を中心としているカープにしてみると、はいはい、そういう面でも川端さんの位置に笹岡監督を入れたいんだと思うんです。そうでしょうね。それあるかもしれないですね。なのでフロントフロント、だからそのメインのなんていうかな、経営の中枢とか、はい、GM みたいな言い方をされてるフロントみたいなイメージだと思うんですね、はい、大部分のフロントのイメージ、はい、私はそうではなくて、うん、表ながら、まあ、裏方なんだけど名前のネームバリューの表に行くとこの川端潤さんのところが空いてるんで、つまり編成部ってことですね。編成部トップで、なおかつ、各社会人、特に中国地方の社会人に笹岡慎二といえば名が通りますので、はあ、まあ、長期戦略はそこから出てきますね。長期戦略はそこだと思うんです、はあ、そこが空いてるのでそこに笹岡監督を入れると、はあ、でこれは多分野村健次郎さんがそれぐらい笹岡監督が買ってるというか、まあ、評価してる面があるので、はあ、うん、解任でゲアさせた中で自分が、まあ、先ほど言いましたように5年契約の4年、まあ、途中で辞めてもらうって形だと入らない可能性があると、そうですね、断られるリスクが7割ぐらいとか、まあ、かなり高くなっちゃうと、五分五分じゃないぞと、うん、笹岡監督の処遇によってはと、うん、であれば、はい、そこが一番カープもまあ空いてるしね、
あの、入れていてもらわなきゃいけないとこが空いてるし、笹岡監督も現場やってるんで、はい、もう一つ塾長ね、まあ、何人かいる中です、じゃあその一番がその野村健次郎さんと、で他の候補と違って野村健次郎さんってもう 5年が満期としてですよね、監督のもう5満期使っちゃってるわけですよ、はい、でそれ以上って言ったらもう、山本浩二監督しかいないと、はい、なんで山本浩二の次が野村健次ってやっぱり名球会とか、まあ、そういった選手での実績とか、あとドラフト1位とか、そのあたりですかね。あのそのあたりと、やっぱりプロ野球界の野村健次郎さんの年代が今仕切ってるからです。ああ、それありますね。工藤さんとかの、古田さんとか、その、はい、まあ、マスコミ関係とかね、当然藤本博史もそうですけど、はい、まあ、コーチも含めて、全体的に、まあ、若いコーチはいますけれど、全体的に最後集約してくるところが野村健次郎さんの年齢の人たちだから。確かにそうですね。 YouTube で言ったら大久保博元選手がそうですね、デーブ・オブ、ね、そうですね、同期ですもんね、はあ、なのでタオさんとかちょっと上になっちゃってますけど、はい、今現実問題、落合さんもそうですよね、やや上とはいえ、かなり上とはいえ、もうその下の時代なんですね、現実は。あの、もう無名であってもその年代が仕切ってきてる、あの選手時代の実績上の無名、名前はあってもね、あの、だからそういう面では、そのもうカープもカープだけでは成り立たないんで、12球団の中とかね、セ・リーグの中のカープでやらないといけない中で言うと、当然年齢は上ですけれど、同じように主力を張って一緒にやってた阪神は岡田を使ってくるわけですから、そうですね、そうするとそれより下っていう方がリスクになってくる。そういうことで野村健次郎さんが、ネームバリューも含めたら、もうとにかく野村健次郎を押していく。そうすると、その年齢の時に同じ、同い年とか、その年齢のほぼ同い年の子が入るわけですね。ヘッドコーチとして、ヘッドコーチとしても、例えば野村健次郎に断れた後でも、笹岡監督同い年ですから、野村健次郎さん2つぐらいしか違わないです。でも、笹岡監督の後に、まあ、笹岡監督編成のトップになった、後藤監督としてですね。はい、で、野村健次郎さんが 2回目の第2セット。2回目入ると思うんですよ。で、ヘッドコーチがこう指示した。これいいですね。多分そうすると二軍監督が空くので、次期監督候補が、まあ、2年、まあ2まあ、野村源次郎さんが優勝するまで監督だと思うんですね。はい、新井さんとかやる可能性ありますか。だからそうすると新井さんとか黒田とか前田智則とか、はい、まあ、広瀬淳とかね、当然いろいろな候補の人たち、まあ、当然沢崎も入ると思うんですよ。だからそういうそのカーブの中で、将来やっぱり監督になるであろう、つうか監督養成するであろう人を二軍監督に入れるはずなんで、これは多分ドラフト1位に関係なく、例えば三村さんがやって監督になったように、うん、カープはやってますので、二軍監督は監督候補になりますので、そうですね、はい、結構それはどこのチームでもありますよね。どこのチームでもあり得る話なので、まあ、当然オリックスが水本さん取っちゃったんで、はい、この分でカープが一人失ったんですね、失ったので、まあ高さんを二軍監督にして、あなたが、はい、水本ではなくて、あなたが監督候補ですと。
そうですね。入れてもらったんだと思う。はい。わかりました。ここが多分カープは笹岡監督が、まあ、クライマックス A クラスを逃した時になると、多分この話は野村健次郎さんの就任のためには笹岡監督のゲアっていうのは野村健次郎さんが監督就任の障壁だと思ってるんだと思うんですね、フロントが。これどうですか、4位だとするじゃないですか、今年4-5、5-4-4なんですかね、順番としてね、はい、あの順位としてはね、はい、1年5位ですかね、はい、で2年目4位で今年も4位だと仮にしたら、はい、5-4-4、これやっぱりもうそれでも交代なんですかね、交代に、あのフロントの話がある時点で交代なんだ。ああ、そういう噂も、は借金444だと思うんですよ、まあ、544か、まあ、今年も多分4か3ぐらいになりそうなんですよね、はい、終わってみたら、はい、でこれで笹岡監督のゲア、要はフロントが全く空いてなくて、はい、フロント入りが全くないと、うん、いうことになると続投はあり得ると思うんですよね、うん、でも今のところフロントの可能性が高いと、うん、でこれは野村健次郎さんに引き受けてもらう都合上でも、うん、フロントにいてくれないと困ると、うん、で笹岡監督も自分で分かってるはずなんですね、あの、うん、ここまで、ファン離れと自分の評価を、うん、解説からファンから言われてしまってるのは分かるはずなんですよ。カープ OB の、カープ OB の解説からも結構言われてますもんね。言われてますし、新聞記事も出始めちゃってる。始めてますね。文字になってきちゃってますので、はい、これは多分、どっかでけじめ、A クラス逃す、うん、まあ、とにかく5割が一度もない時点で、はい、けじめはつけるんでしょうけど、それは笹岡監督のけじめの問題と、野村健次郎さんがそれを認めて監督になる問題が別問題なようでリンクしちゃうので、はいはい、あの結果ね、笹岡監督があのフロントに自分の意思で入らないですと、まあ、はい、入れませんと、ちょっとそこの任務はできませんっていう理由で、うん、まあ、フロントに入らない場合は、でも野村さんは引き受けられると思うんですよ、うん、だって要請してて、あとは本人の問題なので、本人の問題で辞めるものに対して野村健次郎さんがだから監督やりませんはまた別問題ですから、はいはい、多分フロント入りの就任要請はすると思うんですね。なぜなら、国母にも蹴られて空いてるんですよ。だからフロント2つ空いてるはずなんですね。川端さんのポジションと国母が就任するはずだったポジションが空いてるんですよ。ああ、そうですね。そうでしたね。だから2つ空いてる以上はそこに笹岡さんを入れて、カープはあなたの手腕、うん、監督としての手腕は否定してませんよと、うん、だから野村健次郎さんと同じ考えで、あなたの手腕はカープとしては否定してませんので、うん、入ってくださいと、なので野村健次郎さんも監督やってくださいと、うん、あ、まあ、それが一番平和的な解決ですね。まあ、これが一番平和的だと思うんですね、うん、野村健次郎さんってそう思って、笹岡監督の一番のまあ、容認者というか、はい、弁護者というか評価してる人ですからね、はい、あの解説聞いても何聞いても、ね、だからこれをフロントが卑下しちゃいけないわけです。だって断られちゃう、だって評価しちゃってんだから本人が、これはやっぱり主観の話なので、本人がそう思って評価してる以上は、はい、球団もフロントも空いてるし、別に手腕も、フロントも
笹岡監督の若手育成の手腕は否定してないので、はいはい、だからフロントに入れる分にも弊害はないわけ。そうですね、手腕し、あの、はい、評価してない部分がないわけではなくて、勝敗上の問題ですから、はい、うん、そうですね、はい、だからフロントに入る分にはより力を発揮できるだろうと、はい、そんな話であればと、うん、で、これからは野村さんにも、はい、野村健次郎さんにも監督就任は要請しやすいし、多分受諾してくれるでしょうと。で、はい、笹岡野村っていう、まあ、ある意味カープの投打の柱でフロントと現場でやっていこうってファンにも見せられると。そうですね、はい、ブームが切れですね。そうですよね、はい、わかりました。これでヘッドコーチこうで、はい、で二軍監督がいて、まあ、前田でもね、黒田でも新井でも、はい、その広瀬でも、はい、あ、次の監督が二軍監督なんだって見て、うん、じゃあどういう人を育成して一軍に送るんだろうって見れるわけですよ、うん、それとカープにしてみたら一番綺麗なんですよ、うん、なんか新井が入ってきそうな気がしますね、二軍監督ね。なんとなく多分ね、二軍監督に新井が行くんだと思うんですよ。で、野村健次郎さんは多分黒田を投手コーチに引っ張るんだと思う。うん、それはあるかもしれない、ね、コーチに引っ張ってくると思うんですよ、二軍じゃなくて、はいはい、そんな感じしますね。で、高橋健が先輩ですよね、はい、で両方メジャーリーグなんですね。そうですね、メジャーリーグの左右のピッチャーを一軍投手コーチで使うと、はい、これ理想的ですね。これを多分これじゃないと、多分カーブは客を戻せない気がするんです。うん、一回減らすと減るのは早いですからね。カーブは、あの、経験したことないんですね。あの、要は、あの、にわかの優勝を勝ったからファンが増えました、はい、慣れてきたから減りましたっていう、まあ、プロ野球の情動みたいな浮き沈みはやりましたけれども、うん、普通に勝っても負けてもファンがいました。尾形監督にとっていました。野球を楽しんでくれました。野球はボールパークでしたって集まったものが、はい、一気に笹岡監督のこの3年で、まあ、当然流行り病のせいも含めて、うん、離れたんで、どうするって作業を考えなきゃいけなくなったのが初めてなんで。そうですね、これで考えないと危なっかしいですよね。多分、いや、それ面でこの布陣は打ってくるんじゃないか。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。